2006年の FIAGT 選手権は FIAGT 選手権の10年目のシーズン。GT カー2クラスによってタイトルが争われ、それぞれ GT1、GT2 の名称で実施された。また G2 及び G3 クラスの車両は混走が認められたが、ポイントは与えられなかった。シリーズは5月7日のシルバーストンサーキットで開幕し、 11月18日のドバイまで、全10戦で行われた。ポイントはトップ8に対して10から8から6から5から、4から3から2から1ポイントが与えられたが、スパ24時間では6時間および12時間、経過時点でのトップ8に対して、それぞれ2分の1のポイントが与えられた。各チーム2台の着順に関わらず、ポイントはカウントされた。ポイントは、 スパ24時間を除くすべてのレースでトップ8に10から8から6から5から4から3から2から1ポイントが与えられたすべての車両が着順に関わらずポイントがカウントされた。ポイントはスパ24時間を除くすべてのレースでトップ8に10から8から6から5から4から3から2から1ポイントが与えられた。ドライバーは最低限の規定距離を走行しなかった。 バイポイントを与えられない。ミハエル・バルテルスとアンドレア・ベルトリーには、マセラティ m c 1 2をドライブして、GT1 のタイトルを獲得した。AF ・コルセの4名が上位を独占した。ハイメメイロがタイトルを獲得した。ありがとうございます。